じゃあ、あ、そこに。フリーの森山ですけれども、はい、あの今の、定額給付金30万円の件なんですが、それはもう一人30万なのかということと、あと、その、なんですかね、あくまでも立花さんの憶測なのか、それともどこかからあの情報があったんでしょうか。いや、もう全部憶測です。憶測です。もうただ、逆に僕が今自民党側、公明党さんと自民党側にあればですね、ここで使わないというのはありえないんですよね。昨年5月の、まあ、10万円の給付の仕方を見ている限りでも、本来はやっぱり困った世帯に30万円という案が出たのを、公明党さんが全て一律10万円という形になったわけですよね。で、じゃあ10万円配って日本の財政がすごく逼迫したかというと、ご存知の通り全く微動だにしていない。インフレが起こったわけではない。いわゆるハイパーインフレどころか、まだデフレの状態と。まだまだ配れるということは誰しもが認めることだと思います。そうすると、もう選挙前、おそらく9月、10月の総選挙になろうかと思いますが、まあ世論調査なんかを見たときに、まあここはお金を配ってしまえと。おそらく自民党、公明党はどうかは別にしても自民党の人たちっていうのは、そこはさすがに、僕が自民党議員だったら普通にそう言いますけどね。まあ30万円は厳しいにしても、1人10万、20万円っていうのは、前回あれだけ短い期間で10万円でしたから、今回はまあいろいろとご迷惑をおかけしましたと。コロナ収束、秋ぐらいにはワクチンが十分普及できて収束に向かっておりますと、皆さんありがとうございましたっていう形配ったら国民わーって喜ぶでしょ。だから多分30万円も遅くですけど、定額給付金についてはおそらくやるでしょうね。そのため、まあそれ絶対漏らしたくないから言ってないだけで、それは絶対言うでしょう、内部では間違いない。そんなのもうどう考えても、誰がどう考えても選挙がもうそこにあるわけですから、逆に言えば10月までにあるって決まってるわけだから、財務省に対して10万円や20万円30万円やっていうのを出させてシミュレーションはさせてると思いますから、逆にそれは配らないっていうことを思ってる人の方が少ないっていうか、こう言われたら、ああ配れよなと思うと思いますよ、はい。